常闇とわ様のとわいラジオ第5回目。はい、では今回もラジオのゲストはホロライブ4期生かなたんこと天音かなたん。はーい、えい、ホロライブ4期生かなたんこと天音かなたです。こんばんは。こんばんは。今日は、うん、この前かなたを噛んだからちょっと気をつけながら言うことにしてる。やばいよね、何度も噛んで、あれめっちゃ面白かったな。あ、でなんかこの前プレゼント届いた、うんうんうん、届いた、うんうんうん、届いたよね。届いたね。あのね、まだ確認中なんだけど、うんうんうん、手裏剣手裏剣は結構来ましたね。手裏剣結構、え、なにね、手裏剣って何？え、あのね、お大きい、うん、大きい手裏剣と、あとはちっちゃい手裏剣と、うん、あとなぜかな、わかんないけど、クナイがね届きましたね。あの忍者が使う投げるやつね、投げる武器みたいなのとかね。乱太郎がっていう、そういう感じなのかな、なのかな。ちょっと忍術学園と間違えちゃったのかなという、ね、とか、あとあのデザインの本、うん、デザインの本とかですね。デザインセンスを磨くためのデザインの本。デザインの本、ものすごい分厚いやつ、5センチぐらいあるやつ。分厚い。そう、デザインの本は何種類かいろんな人から来たりしました。いろんな人からそう、いろんな人から来ましたね。やっぱり内心やっぱり学んでほしいのかもしれないね。いや、なんだろう、今よりね、よくしてほしいっていうことかもしれないけどね。とわは、とわは、え、とわ様は結構そういうネタのはなかった、うん、なんかアロマのろうそくが来たりとか、すごいおしゃれな、なんかお花の紅茶とか、うん、え、めちゃめちゃおしゃれじゃん何それとか、びっくりした。なんか可愛い、なんか猫のなんかランプ、うん、充電式のランプみたいな、ランプっていうか、なんかいろんな色に光ったり、うんうんうん、夜寝る時のなんかあの豆電球みたいな感じの淡い色の光が出るような可愛いやつとか、でした。クナイ、なるほどね。クナイ、あのね、クナイと手裏剣、そうだよね、そこそこそこ。え、今後クナイと手裏剣どうやって使っていくの？クナイと手裏剣どうしましょうね。誰に投げようか今考え中です。あのスタジオとかならね、投げてもね平気なスペースがあると思うから、事務所に持ってって、シュッやろうかな、練習しようかな。忍術学園ではないんですけどね、天使なんですけどね、っていう感じで、うん、ではね、あの今回も前回に引き続きお便りコーナーを読んでいきたいと思います。はい、たくさんのお便りありがとうございました。 Thank you。 ちょっとお願いします。はい、じゃあ早速ですが、剣族ネーム、うん、フェクトリーさんからいただきました。はい、とわ様、かなたん、こんかなやっぴー、こんかなやっぴー、いつも楽しく配信拝見しています、うんうんうん、早速お二人にご質問なのですが、お互いにとって相手はどのような存在なのでしょうか。とわ様は初期の頃から天使が怖いと言いつつ手を握ってもらったり、かなたんはガチ恋するならとわ様と言ったり、悪魔と天使の組み合わせとは裏腹にかなり距離が近いように感じています。そんな2人の普段の配信で聞けないような素直な心の内が聞いてみたいです。 PS、 花粉症などありますがお体に気をつけて頑張ってください。応援しています、ということで、ありがとうございます。ありがとうございます。なるほど、素直な心の内か。あー、お互いとって、ね、そうだね、うん、懐かしいね、このさ、あの手を握ってもらったりっていうやつ、懐かしいなと思った。懐かしいって何ですか？それ知りません、その話は知りませんちょっと記憶がバグってるんですけど、うん、でね、これね、知りません、ね、事務所に行った時にね、こうね、ちょっとね、手を握ったりとか、こうくっついてきたりとかね、していたんですよね、とわがね。お互いにとって相手はどのような存在なの？とわは、かなたは、すごい、うん、あの素直に言うと、うん、やっぱ支えてもらってるって、やっぱり思いますね。
なんかあった時にやっぱり一番に声をかけてくれるのはカナタだし考えてるのもカナタだしそうまあそんなねカナタ、ね、一生懸命なカナタのこと尊敬してまあ天使だけどね、まあ、そこは知らないけどそれは知らないけど天使という部分を取り除き、うん、尊敬してるし助けてもらってるし、うん、なんか支えかなっていう風に、うん、まあ思ってます。おー、嬉しい。でもね、ロックもね、トワットはやっぱりデビュー前からね、うん、その天使と悪魔っていうことでこの子は悪魔の子なんだって思っていたし、うんうん、そのね、初めて4期生会った時も、うん、トワとワタメがね初めて会った2人だったんだけど、うんうんうん、そういうその事務所の時のこととかもなんか懐かしいなとかさ思ったり印象にすごく残ってるし、はいね、うん、トワはねちょっと強気に見えて一番ねこうちょっと女の子らしい可愛い一面がねある子だと思っています。嫌なんだけど。可愛いのよ。可愛くないんだけど。悪魔だから何？何ですか？可愛い悪魔なんですよ。はい。うん、そうやってそこが天使なのかお前は。やめろ！営業妨害すんな。天使天使我天使ぞ。我悪魔ぞ。我悪魔ぞお前。でもさ、とはね、うん、人狼とかでちょっと強強な一面とかも見てまだまだ知らないところもねたくさんあるなって思ったからこれからね知っていきたいよね、もっとね。じゃあ出せるようにどんどんいろいろなことに挑戦して、うん、いきます。いきます。きゃじゃあ、うん、次行きましょうか。あ、はい、では次読ませていただきます。と検索ネーム NS さんからいただきました。とトワ様今夜ピー、今夜ピー、そしてカナタンヘイイエーイ、カナトワコンビが大好きなのでカナタンゲスト会をお待ちしておりました。お二人への質問を送らせていただきます。はい。お二人がデビューしてから2ヶ月弱経ち徐々にいろいろな一面が知られてきました。トワ様の涙もろさとかカナタンのモノマネのレパートリーの広さとか、そこでお二人から見てお互いのあまり知られていない意外な一面や裏でこんなことあったよという暴露エピソードなどありましたら教えてほしいです。今後も仲良く楽しく活動を続けられることをお祈りしておりますということです。ありがとうございます。ありがとうございます。てかそうかなたもモノマネのレパートリー超広いよね、うん、あと音域もすごい広くて全然よ。しかもすごい低い声も出るもんね。そうかなそうかな。かっこいい。トアの方がかっこいいじゃん、やめてよ。いやそんなこと。低さはね、低さはね、ジャンルだから、ジャンル。かっけえなこれは。かなたのさ、うん、萌え声とかって聞いてみたいんだけど、うん、萌え萌えキュンキュン。それはやめた方がいいかもしれない。なんでの100倍かわいい。ウェウェキュキュからの乱太郎はのバランウェウェキュの段になっちゃった。似てる、似てる、めっちゃ面白い。好き、わかる。そのまつりちゃんがすごいハマってたじゃん、乱太郎。うん、ハマってたね。面白かったあれ、すごい、うん、いいなーって。トーンモノマネしたいなー、うん、なんかさ、ちょっと1個2個極めようよ。なんかね、なんかポケモンのサトシとかいけるんじゃないとかって言ってたから、うん、絶対いける。ちょっと今後練習しようかなって思って、うん、一緒に練習しよう。どうしよう、カナタの方が上手かったらもう、やだ。あ、もうトワのね、トワのサトシ練習に付き合うから、あ、もうちょっと低いよとか言うディレクター、サトシディレクターやる。人にね聞いてもらった方が、分かりやすいかもしれないしな。もうちょい高い高い、あ、いいねいいね、サトシだねみたいないいねカメラマンみたいな感じ、あ、いいね、いいよみたいな、やるわ。いいじゃん、うん、変な感じでいいよやろう。ね、意外と知られて、うん、知られてない意外な一面、トワはね、うん、何、やっぱり可愛いっていうところもあるんだけど、うん、実はなんか食に
こだわりがあるのかなっていうのをこの間思って、いやたこ焼きには絶対ネギを入れるでしょみたいな言ってたじゃん、ね、ネギないのって、うん、こうなんかそういうこだわりとかさあったりとかするのかなって。であとケーキを買ってきてくれたんですよこの間タコパの時に。あ、うん、でそのケーキがめちゃめちゃチョイスが良くて、うんね、食べ物のセンス、うん、食に対する こだわりやセンスがすごいあるのかなっていうのを感じたんですよね。ないの嘘だって、あんなおしゃれなケーキをさ全部しかも違う種類を選んでくる、うん、あれはねちょっとね僕にはできないですよ。あれはもう僕はもう、うん、自分が食べたいなーって思うやつを買う、うんうん、あなるほどね。でもその方がいいのかなって、うんうんうん、もプレゼントとかも自分がもらって嬉しいものあげるのが一番いいってよく言うじゃん。そういうのがいいのかなと思って買っただけ全然いやーちょっとねあのセンスはね負けたよね。あれは負けたよね。カナタはやっぱりその本、うん、そのもらった本とかも読んでたりしてセンスを磨いていくべきかな。でもね確かに僕はちょっとケーキ買うってなったらちょっとねイオンとかのスーパーで、うん、ちょっと半額になりそうなチーズケーキとか選びそうなので、いやね、おしゃれなお店で買ってきたっていうのおばちゃんやんそれ。考えおばちゃんやん。今半額のシール貼ってるからここで待っとこ待機場所ここまだかな、もう早押してくれんかな、ちょっとそんな感じ。経験したことあるからそんなうまいの。あ、そう、経験したことある。まだかなっていう風に思ってたことある。あー、もうちょっとで僕のイクラ丼が半額になるんだけどな、まだ 20% っていうのはある。すごい好き、そのねそのモノマネ、モノマネなのかキャラなのかわからんが、それめっちゃ好きなんだよ。で大阪のおばちゃんやるとね、とはめちゃめちゃツボってくれるから嬉しいですよね。喜んでるニコニコする、ニコニコしてる。なんか暴露エピソードとか裏でこんなことあったやっていうのはないけど、まあ、食に関してつながりなんですけど、うん、かなたはね野菜嫌いなんだよね。そうですね。で意外にねいっぱい食べる、うん、食べる、うん、でも野菜は食べない。野菜は無理だね、さようなら。食わせた方がいいと思います。食いなさい。いやあなたそんなこと言ったってもう野菜食べんと本当に不健康になっちゃうでしょ。ママに言われたら、もうそんなセクシーなママに言われたらもうちょっと、じゃあちょっと今日人参から頑張っています。細かくめっちゃ細かく切ってもらって。うさぎかな、赤ちゃんかな。いや赤ちゃんみたいな感じにしないと野菜はね食べられないかもね。チューブ買えば、チューブ赤ちゃんが食べてるよ。チューブ離乳食だね。マジで赤ちゃんじゃん。もういやでもね、そう いろいろね結構ね、うんうんうん、ご飯はね食べるのは好きだからね。ご飯は食べるよね。いいな、なんかすごい、うん、美味しそうに食べてるから。そうなんだよ。いいな、まあね、よく言われます。なんかねものすごい嬉しそうに美味しそうに食べるねって。バケラエピソードは分かった、うん、目を人の表情を、うん、人のことを ずっと見てくれ、うん、もうこれだよ。なんかそんななんか見て何鼻くそついてるみたいなぐらい見てくる。それぐらい見てくるかなとは。いやなんか目を合わせて話さないとみたいな感じでさ、確かに意識してこう顔を見るようにしているけど、確かにめっちゃめちゃ見ているかもしんない。すごい、なんか 人が見るのが例えば2秒ぐらいだとして、かなた5秒以上見るの。見すぎ。うわ、もしかして歯に青のりついたまま歯を見せて笑っているのか自分は。違うよ、とはねいつも美しいですけど、いやちゃんとね目を見て話そうと思って目を見ているんだけど、そうかも、結構言われるかも。それも2秒くらいだったらとはも大丈夫なんだけど、うん、5秒くらいになるともうどんどんなんかコミュ障がまた発生してって、あちょ見ないでください。そうそう、とはがね意外とコミュ障な、あ
そんな一面もちょっと暴露になるかもね。意外とコミュ障でね、可愛いんだよ。いやもう超コミュ障だよ可愛いんよあのね、あの僕もコミュ障なのでね、多分ちょっとなんだろう、種類の違うコミュ障同士なんだよね、多分ね。あ、そうかもね。コミュ障って言ってもいろいろあるしね、うん、そう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 みたいな感じでいいでしょうか、こんな感じの暴露エピソードで。じゃあ最後、うん、お便り読みます、うん、はい。剣族ネームガルさんからいただきました。トア様、カナタさん、こんやっぴー、こんやっぴー。ゲームつよつよで何でもそつなくこなすトア様と豪快に悲鳴を上げながらやられていくカナタさんの配信をいつも楽しく拝見しています。はい、質問なのですが、お互いにこんなゲームやらせたら面白そうという思うゲームありますか。私は歴戦の諸先輩方がことごとく絶叫したしょぼんのアクションという鬼畜ゲームをかなたさんがやったら面白いかなと思っています。お二方、お体を大事にお過ごしください。うん、はい、ということでありがとうございます。ありがとうございます。しょぼんのアクションやってみたいよね。うん、しょぼんのアクション、かなた合ってると思う。わかるわかるこのガルさんが言ってる通り、うん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 、こういうなんか積みゲーっていうか、なんていうか、うんうんうん、やり込んでどんどん進んでいくゲーム、うんうんうん、いい。多分かな逆が好きなんだろうね。かな逆、いやもうね、そういうねちょっと鬼畜系ゲームは、うん、トアが、トアはね、え、どうなんだろう、トアうわーってなるかな、なんかならないイメージがある。ああ、そういうことねみたいな感じにさ、いきそうじゃない。切れちゃうと思う、切れると思う、切れちゃう、大パンすると思う。ダンダンダン、あ、それ見たい。トアもやろうよ、しょぼんのアクション。嫌だ嫌だ、これ約束だな。これで一緒にしょぼんのアクションというゲームをやる。あのね、そうだね、じゃあ、ね、あれしよう。じゃあさ、うん、同じ時に配信撮ろう。もう戦うならいいよ。あ、じゃあどっちがそう1時間でどこまで進めるか、うん、あ、いいねいいね、それやるか。これね、いい、これだったら多分、うんうん、いけそう。ちょっと時間合わせてね。そう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 いい、それしたいな、それやるか。それショボンのアクションよ。え、でもカナタには、うん、なんかあのやらせたいとかじゃなくて、ただ単に一緒に、うんうん、バイオハザードをやってほしいっていうのある。あ、あの有名なかゆ、うん、かゆ馬のやつだ。かゆうま、そう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 、かゆうま知ってる知ってる、あのゾンビのだよね、うん、え、やりたいやりたい。バイオハザード5なんだけど、やろ、なんかそれはあの、うん、5は協力してやるやつで、うん、そうなんだ。そう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 、それ、うんうんうん、結構楽しくて、な、え、うんうん、やったことはないけど見たことがあるってぐらい。あ、やろうよ。で、自分でもやってみたい。でもちょっとだけ最初の面だけやったけど、うん、難しくて。難しいのか、うん、難しいけど、うん、爽快感があるかも。あ、倒せた時の。 いいね。とはね、うん、あの僕ゲームにね全然ね触れたことが今までなかったから、うんうん、あのもう下手だし経験値も全然ないんですけど、ね、とはね優しく教えてくれるし、絶対上手くなるってとかね、めちゃめちゃ上手くなってるよとか言ってくれるんですよね。それがねマジでねありがたいよね。本当にいいやつだなと思って、本当マリオカートでね心が折れそうだった時にさ、いやもう全然上手くなってるよ、大丈夫大丈夫、最初はみんなそうだよって言ってくれて、あーまた営業妨害してる、優しい、優しいのおじねと思って、ね、いや全然そんなこと思ってないけどね、全然思ってないけど、思ってくれてるんですよ、優しいですよ。ただ言っただけ。そんなねとあと一緒だったらもう難しいゲームバイオでもなんでもねちょっとやろうって気持ちになるよね。やろうやろうやろう、でもしょぼんのアクションも同じ時間でやりたい、うん、やろう、ちょっと行きますか、せーのとか言って、やろうでこれはやるやるやろうやろういやっていう感じで、じゃあ、うん、こんな感じで、ね、じゃあ今回は終わりにしまして、いやもう、まあ、普段もオフとかでも話したりするけど、うん、まあ、こうやって改めてさ、うんうん、動画にして対談するってことがないから、うん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 、まあ、楽しかったですかまた一緒に話したいな、こうやって、うんうんうん、いや僕もねこうやってさ、あの、うんうん、改め
めて、うん、あのトアってどんな人かなとか、うんうん、どんなゲームが似合うかなとかそういうのもね、うんうんうん、ちゃんと考えるっていうことが普段一緒にいてはあんまりないから、そうだ、ね、新鮮でねすっごい楽しかった。これまたね話しましょうね、みんなからの質問を募集して話すっていうのをしたいね、うん、もうその、うん、自分たちだけでね考えられる話題じゃなくて、うん、ほら、うん、そうやって言ってくれて考えて、うん、あ確かにこういうのって改めて考えてみないと、うん、みたいな感じで、うんうんうんね、いろいろ発見とかもあって面白かったね。ある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 、こうどういうことをねみんなが知りたがってるかっていうのがわからない時もあるので、うん、すごくね楽しかった。とはもうありがとう、いろいろしてくれて、あこちらこそ最初のゲストということでありがとうございました、うん、嬉しかった、ありがとう。では皆さんおつやっぴー、うん、おつやっぴー、こんかなやっぴー、いつも楽しく拝見配信しています。拝見配信お二人がデビューして2ヶ月弱経ち、徐々にいろいろな面間違えました、すいませんやったやったやった、間違えた、すいませんよし NG 入れるぞ、間違えました、すいませんちょ、お二人がデビューしてからからやります、うん、はい。ゲームつよつよで何でもそつなこなすとなとな、シビアの名前でうるさはい次、はい、うん、ちょっと待って、だから一回も笑った、あよし